こんにちは。10月18日金曜日お昼のいばきら TV ステーションのお時間です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずは本日の県内のお天気をお伝えいたします。はい、本日北部南部ともに晴れ、夕方から曇り、降水確率は 10%、 水戸土浦ともに日中の最高気温は20度まで上がる見込みです。はい、今日もいいお天気ですね。そうですね。はい、はい、そして今日はですね、はい、なんとこちら県庁の2階の県民ホールで、はい、じゃん、茨城県郷土工芸品展がスタートしました。はい、はい、ということでこちらですね、はい、県庁、こちらのスタジオも県庁にあるということで、はい、私この後レポートに行ってまいりたいと思います。そうなんですね。はい、会場では、はい、まあ、いろんなこの茨城の郷土工芸品、さらに茨城のお菓子大集合店と茨城グルメ市ということで、美味しいお菓子とか食べ物もたくさんあるということなので、はいはい、たっぷりとレポートしていきたいと思います。はい、じゃあしっかりとレポートお願いいたします。はい、はい、お楽しみに。それでは行きましょう。はい、いばきら TV ステーション、いてんぺ。茨城新聞ニュースをお伝えします。最初のニュースです。水戸市三の丸一丁目の講道館で東日本大震災で被災し修復を終えた講道館機器本体を八華堂内部に戻す工事が昨日行われました。この日は木枠で保護した高さ約 3.2 メートルの機器本体を講道館敷地内の仮設修復作業場からトラックとクレーン車を使っておよそ100メートル離れた八華堂前まで慎重に移動しました。ジャッキアップされ天地が広がった八華堂入り口からレールに乗せ道内に運び入れられました。震災で機器は1945年の空襲で入ったひびも影響し本体下半分が部分的に崩壊したため文化庁が3月から修復に取り組んでいました。全体に見られるひびを含め樹脂で接着補強し剥離面の固定にはボルトを活用するなど本体を強化しました。1953年の大規模な修復時に補強で使われた背面のコンクリートも除去しほぼ戦争前の姿に戻りました。紀妃は水戸藩九代藩主徳川斉昭が1838年講道館教育の基本精神を表した講道館旗を刻んだ日で君主への忠義と親孝行、学問と武芸などがそれぞれ一体のものであることを謳っています。ひびが入っていたりあるいはまあ崩壊した部分があるわけなんですけれども、それを、樹脂などを使いまして固定をしっかりとやって、まあ、ひそのものの、強化を図った。だいたい8割方終わったような形になってきておりますので、まあ、よくここまで治ったなというのが実感でございます。工事は今月31日までに完了する予定です。講道館では被災した青鳥と四川堂の修復も進められており、この日は青鳥成績の間と四川堂御座の間に採用され、現存する事例が少ない二重構造の床、二重床も報道陣に公開されました。次のニュースです。県健康福祉祭茨城年輪スポーツ大会が昨日ひたちなか市の笠松運動公園で開かれ、秋空の下県内の60歳以上の高齢者およそ1000人がゲートボールや輪投げなど5つの種目で熱戦を繰り広げました。友情の輪を広げ有意義な大会をすることを誓います。大会は高齢者のスポーツを通じての健康増進と交流を図ることなどを目的に開かれ、今年で18回目を数えます。一部来年の年輪ピックの選考会も兼ね、県内全44市町村から合わせて159チームと286人がエントリーしました。打数を競う個人競技のグラウンドゴルフでは深い芝生に苦戦しながら
目標のホールポストめがけて力いっぱいボールを打っていました。また鉄のボールを目標球に向かって投げ点数を争うペタンクには合わせて45チームが参加し、参加者は真剣な表情でボールを投げ合っていました。弱いな。グランドではね、優勝で全国大会に行かせていただいたんですけど、ペタンクは今年初めてなものですから、今度頑張ります。本当は風で優勝しようと思って来たはずなんだけど、ほんでもいいとこさえやればに課外でがある。最後のニュースです。音楽を愛する大人たちがステージ上で躍動する親父バンドコンテスト2013がこのほど小美玉市の小川文化センターアピオスで開かれ、水戸市を中心に活動するブルースバンドザ・ブルースブリスターズが最優秀賞に輝きました。親父バンドコンテストは今年で4回目を迎え、今回は県内の7組が自慢の演奏を披露しました。親父バンドはメンバーの平均年齢が30歳以上であることが条件。ロックやポップス、ジャズなどの演奏や歌を熱演し、演奏力や歌唱力、パフォーマンスを競いました。最優秀賞のザ・ブルース・ブリスターズはボーカル兼ギターとベース、ドラムの3人が1930年代のシカゴブルースの名曲に挑みました。ギターの小原克弘さんが熟練の演奏を見せ、ベースの高畑健二さんとドラムの佐川雅彦さんのソロ演奏が観客を魅了しました。審査委員長を務めたピアニストで作曲家の佐山雅弘さんは、実力のあるバンドが揃い審査が難しかった、最優秀賞のバンドは結束力がいい形で演奏に表れていたと称えました。さあ、本日よりあさって20日まで3日間行われております、こちら茨城県郷土工芸品展、こちら県庁2階の会場に大沢さんが行っております。呼んでみましょう。大沢さん。はーい、大沢です。はい、私は今こちら県庁2階の県民ホールに来ています。ちょうど工芸品展が今日からスタートとなりましたので、いろいろ会場の方をレポートしていきたいと思います。で、本当に会場にはたくさんの工芸品展並んでますね。ほうきですとか、ね、こういった石の作りのものもたくさん、いろんなものが並んでいます。さあ、早速こちら参りましょう。こちらは金漁師ということですね。紙のお店でしょうか。ちょっとお話の方を聞いてみたいと思います。こんにちは。こちらは金漁師のお店ということなんですが、はいはい、今こちらでは何をされてるんですか。今ですね、釘の色紙を作ってるところ。あ、色紙を作ってらっしゃる。おお、こういったカラフルな紙を使って継ぎ合わせていくような形なんですか。おお、あ、そうなんですか。作業しながらはい、あ、ぜひよろしくお願いします。部分にこういう感じで、はい、つなぎ合わせて、はい、こうした紙を、はい、型で抜いたものなんですけど。あ、そうなんですか、はい、型で抜いたんですね。それを貼り合わせて、状態に。なるほど、こちらは糊で貼り付けていくんですね。すごい細かい作業ですね。お、茨城の伝統ということなんですが、こちらはどこにあるお店なんですか。常陸太田市にあります。常陸太田市、はい、そうなんですか。この紙はどういうふうに染色はしているんでしょうか。はい、天然の草木を使って染めています。草木染め、木の皮を見て、はい、
あ、そうやって貼っていくんですね。はい、今まで貼っていきます。なるほど。あ、ライト当てて、よくわかりますので見えやすいですね。あー、これを一つ一つやっていくんですね。一つ一つでね。はい。わー、すごい。もう思いが込められた和紙ですよね。こちらはどういった用途に使われるんでしょうか。主に書道の花文字を書くために使います。はい、あ、書道。あ、じゃあここに書を書いていくわけですね。はい、短歌、一首、はい、うん、そうですか。本当にね、書道を書いたらすごく映えそうですよね。はい、字が入ってくれたらいいなと思いながら。はい、なるほど、わかりました。ありがとうございました。いやー、すごい歴史のあるこの紙なんですね。そうですね。そして他にもたくさんの、はい、こちら下駄屋さんもありますし、下駄屋さんいろいろありますが、こちらは線香屋さんということで、はい、はい、ニック志山堂さんですね。あ、こんにちは。どうも。ちょっとお話をお伺いしてもよろしいですか。はい、こちらの線香はどのようにして作られた線香なんですか。これはですね、うん、水車でですね、はい、ゆっくりゆっくりついて、キネでついて突き上げた線香ですね。うん、水車で突き上げ、そうですね、そうなんですか。それは水車は意味があるんですか。そうですね、ゆっくりつくんですね、キネでね、うん、ですね、ドスンドスンという感じで突き合いますね。あ、はい、そうなんですか。はい、ゆっくり水車についているという珍しい線香ですね。そうですか。そしてこちらの方は原料は何を使っているんですか。杉ですね。杉の木を使っている。杉と、はい、それに対していろんなものを、香料を加えてますね。いろいろ加えて、はい、キャラボクとかそういった感じの香料を加えてます。はい、そうなんですか。はい、この杉を使う理由というのはあるんですか。そうですね、杉というのはもう、はい、最長寿木でありまして、はい、縄文杉なんですかね。あ、縄文杉ありますね。4000年も3000年、すごい生命力があると、そういう、そういった生命力のあるものをあの世に対して、うん、のために差し添えるという意味があります。はい、なるほど。ちなみにこの線香のあげる意味ですとか、はい、そういった心などもあるんでしょうか。そうですね、はい、常に仏と一体である、はい、ですから、手を合わせるときに、仏と一体になれる、自分と向き合う、はい、向き合う、そういうことで安心感が得られる、うん、そういうことですね。そうですか。自分と向き合うこと、仏と向き合うこと、そして守られるということです。はい、線香をあげることで自分とも先祖とも向き合えるという、そして守られるという、守られると、そうなんですか。そういった、ね、意味も知ってる方が少ないんじゃないでしょうかね。はい、ですから、こちらの線香は全てこういったものが、ね、はい、こちらの紙がの中に折り込んであります。あ、そうなんですか。開けるとですね、はい、こういった風に全て入っております。おー、こちらが線香の役割ということで、で、いろいろな、はい、入ってますね、中に。うーん、潮田の信仰と変えみようとかね。なるほど、はい、こういった思いも伝えていきたいということなんですね。そうです、そういうことを伝えていきたいですね。わかりました。はい、ありがとうございました。はい、いろいろ線香にもいろんな思いがあるんですね。そうですね。そしてこちら、はい、桶屋さんもありますし、こちらは眉工房ということですね。有機の眉工房さん、こんにちは。お話をお伺いしてもよろしいですか。こちらは眉工房ということなんですけれども、眉で作ったいろんな商品が置いてあるんですか。眉をね、切って開いて、眉を切って開いて、はい、うん、洗って、はい、アイロンかけて、はい、はい、それを並べて、うん、一番で結んで。あ、そうですか。うん、大変な作業ですよね。一個一個洗って眉を切って、また染めて、アイロンがけをして、縫い合わせて作るんですね。わあ、こちらたくさんの商品並んでいますけれども、これはどういうふうにして開発、ご自分でひらめいたりとかされるんですか。はい。
はい。ご注文の入れる状態で頼まれて、リクエストがお客さんからあって、はい、はい、そうなんですか。市村さんも可愛らしい帽子かぶってらっしゃいますけど、こちらも眉で作った帽子ですか。これ最初に失敗作をこんな形でまとめたんです。素敵ですね。この眉の魅力っていうのはどういったところにあるんですか。はい、手触りなんです。手触り、はい、この手羽が取れると、うん、柔らかくなって、あ、柔らかいんですね。はい、で、手羽が立たなくなって、うん、そうですか。シソの葉って染めてる。あ、シソの葉で、ね、いろんな原料を使って染めてらっしゃるんですね。いろんなカラフルな色がありますもんね。そうですか、わかりました。ありがとうございました。あー、すごいですね。眉を使ったいろんな商品もカラフルで素敵でした ね。 そうですね。本当に会場たくさんの工芸品がありますね。こちらも染色の素敵なスカーフなども置いてありますね。会場にはたくさんの方にお越しいただいています。こちらはすずりもありますね。今日はいろいろ実演も行っているお店も多いということです。そして、はい、こちらのお店は何でしょう。こんにちは。こちらはひな人形ですか。はい、はい、白里町というところで、はい、ひな人形を作らせていただいております。白里町で、はい、なるほど。今日はこちらで実演も行っているんでしょうか。そうですね、はい、まあ本当にほんの一部の工程なんですけれども、はい、まあ、あの有機紡ぎ の、 あの反物の裏に和紙を貼ったものを裁断している様子をこちらで出演しております。あ、有機紡ぎなんですか。そうなんですよ。今回茨城県のイベントということなので、はい、あの全部おひなさんはあの有機紡ぎの衣装をまとった、はい、おひなさんを展示させていただいております。わー、とても素敵な、あのおひなさんもたくさんありますけれども、有機紡ぎだったりこのパイルみたいなものは何ですか。はい、こちらもあの県内で養殖されたあの、はい、淡水真珠をあの刺繍しました、うん、はい、あの黒の中にちょっとあの雪が舞ってるようなあのあ感じであの刺繍をしたあのおひなさんになっております。そうですか。じゃあ県内の他の工芸品さんともコラボレーションして作られたひな人形っていうことなんでしょうか。はい、そうですね、あのその辺楽しんで作らせていただいております。素敵ですね。本当にお顔も優しいお顔でとても素敵なひな人形ですね。ありがとうございます。ちなみに今日こちらの工芸品店は全部でいくつぐらいのお店が出店しているんですか。17社さんにあの出店参加していただいております。そうですか。そんなにたくさんの。そうですね、あの普段なかなか、はい、入れないようなものもありますし、うん、あの実際あの職人さんが作っておりますので、はい、あの皆さん気軽に声かけていただいて、はい、エピソードなんかを聞いていただいております。そうですね、いろいろお話を聞きながらお買い物していただきたいですね。はい、はい、ありがとうございました。ここで一旦スタジオにお返します。はい、いや本当たくさんのお店があって楽しそうでしたね。今日が初日ということなので、これからもっとたくさんのお客様が来るんだと思いますので、皆さんもぜひ足を運びください。この後また大沢さんに中継つなぎたいと思います。続いては朝刊ピックアップです。まずはこちらの記事からご紹介していきます。県牛乳普及協会中根さん知事賞、こちらの話題です。牛乳や乳製品を利用する料理コンクールが11日水戸市三輪の中川学園調理技術専門学校で開かれ、県立鉾田一高3年生の中根あゆみさんが最優秀賞の知事賞に輝きました。中根さんと優秀賞の菊池智美さんの2人は11月9日に東京で行われます関東大会に出場します。コンクールには249点の応募があり、この日は書類選考を通過した高校生など10人がオリジナル料理の腕を競いました。牛乳のほかチーズやクリームなどの乳製品を使うことが条件で、独創性や味、料理のしやすさ、栄養のバランスが審査されました。中根さんはチーズ独特のくどさを和らげるため大葉を入れてさっぱり感が出るように工夫したと話しました。さあ続きまして2つ目の記事、こちらです。水戸のサッカー少年団40周年祝い桜植樹、こちらの話題です。水戸市にサッカースポーツ少年団が誕生して40周年を祝う記念植樹が12日
水戸市千波町の千波湖畔の桜広場で行われ、市内全17団体に所属する小学1年生2年生およそ60人が参加し、桜の植樹とともに日頃の努力を誓いました。水戸市内には1971年市サッカースポーツ少年団が発足、入団者の増加に伴って分かれ、市内各地に新たな少年団が生まれました。出身者からは昨年のロンドンオリンピック代表の大津祐希選手などプロも輩出しています。現在17団体におよそ1000人が所属しています。城東サッカースポーツ少年団の落合くんは、桜が大きくなる頃にプロになっていたいと話しました。以上、朝刊ピックアップでした。下妻市長の稲葉でございます。本日は、下妻市の完熟梨を使ったランチパックを10月1日から発売ということで、県庁に宣伝に来ました。大変おいしいパンでございますので、県民の皆さんもぜひとも応援をいただければ嬉しいと思います。さらに昨年から発売いたしました、完熟梨を使ったリキュールも9月22日に新酒ができまして発売となり、大変に好評いただいて、まもなく完売してしまうほどの勢いで売れております。これらも大変おいしいので、早くなくならないうちにこう皆さんにもご支援いただけると嬉しいと、このように思っております。今下妻市大変頑張ってブランド化を、梨のブランド化を進めておりますので、県民の皆さんの応援よろしくお願いいたします。茨城空港からのお知らせです。現在茨城空港では神戸便、札幌便、那覇便、上海便が運航しています。茨城空港発着の国内線ご利用の際は、往復航空券と宿泊がセットになったパックツアーがおすすめです。旅行やプランに合わせて出発到着便やホテルの宿泊日数が自由に選択できるほか、出発の5日前までお申し込みが可能ですので、急な出張でも安心です。また気になる料金ですが、神戸便利用の関西方面行きと札幌便の北海道行きは1泊2日1万4800円から、那覇便利用の沖縄行きのパックツアーは1泊2日2万8300円からと大変お得です。今年の秋はぜひ便利でお得な茨城空港からお出かけください。また茨城空港では IBR マイエアポートクラブの会員を募集中です。入会費、年会費無料で、茨城空港内の協賛店舗で割引サービスなど、さまざまな特典が受けられますので、皆様ぜひご入会ください。詳しくは、茨城空港ホームページ、または茨城空港利用促進等協議会、電話番号 029-301-2761 までお問い合わせください。続いてのお知らせです。岡倉天心と板谷波山を知っていますか？日本美術の発展に大きな貢献をした岡倉天心と板谷波山。2013年は岡倉天心生誕100年、没後50年、そして板谷波山没後50年の節目の年であり、県内各地で展覧会やイベントが開催されます。北茨城市伊豆良にある茨城県天心記念伊豆良美術館では、11月24日まで企画展岡倉天心と文化財を開催中です。伝統美術を守り後世に伝えるため幅広い活動を行った天心が創設した日本美術院で当初から行われた国宝彫刻修理事業は、現在も美術院国宝修理所へと発展的に受け継がれています。天心の活動を示す資料や美術院が修理した国宝重要文化財を含む仏像、修復記録などを展示・紹介します。関連イベントとして、今月26日と27日には大観月会2013を旧天心亭や美術館などを会場に、茶会やコンサート、座談会を開催予定ですので、ぜひ足をお運びください。また、笠間市にある茨城県陶芸美術館では、板谷波山の企画展、没後50年板谷波山展を開催しております。この他にも北茨城市歴史民俗資料館、野口宇城記念館、下館美術館、板谷波山記念館でも展覧会を開催しておりますので、合わせてお出かけください。詳
詳しくは天津波山記念事業で検索してください。お問い合わせは茨城県教育庁文化課、電話番号 029-301-5442 までお願いいたします。以上お知らせでした。続いてはもう一度2階会場に行っております大沢さんに中継つないでみましょう。大沢さん。はーい、大沢です。はい、こちらですね、はい、今茨城グルメ市も同時開催ということで、はい、こちらの会場たくさんの美味しい食べ物並んでいます。いいですね。いろいろと見ていきたいと思います。まずこちらは、はい、甘納豆のお店ですね、はい、うん、塚本というお店です、はい、たくさんの甘納豆並んでいますが、はい、ありますね、お、試食もありますよ。こちら試食いただいてもよろしいですか。ありがとうございます。美味しそう。いただきます、ね、うん、これは何ていう甘納豆ですか。金時蜜芋という、うん、金時蜜芋、うん、本当にねっとりと柔らかくて美味しいです。ごちそうさまです。こちらはどれでも5個で1,500円、うん、お得ですよね。うん、本当にいろんな甘納豆がありますが、おすすめはどんな甘納豆ですか。生姜の尻尾、うん、生姜の甘納豆もあるんですか。珍しいですね。そうなんですか。あ、ありがとうございます。いただきます。生姜、うん、ちょっとこうピリッていう味もありますけれども、はい、うん、甘くて、はい、確かに体がポカポカしそうですよね。うん、生姜、これが一番人気ということです。ありがとうございます。甘納豆の塚本さんです。はい、本当にいろんな種類の甘納豆がたくさん置いてありますね。そしてこちらにもお団子ですとかメロンパン、お茶、お茶屋さんがありますね。こちら、こんにちは。どうも。こちらのお茶、はい、どんなお茶なんでしょうか。あのね、はい、今面白いのが、はい、この手羽茶。手羽茶、はい、うん、火のようなお茶。なんかふさふさしてますね。そうそうそう、これはね、はい、めったに取れないんですけども、はい、人気だったりとか、はい、あと一茶飯って言って、さしまのね、さしま茶の、お、一番茶を包んだ後にまたヒューヒューヒューって伸びてるやつがあるんですよ、はい、で二番茶前に刈り取って、はい、ちょっと葉っぱは粗いんですけども、すごく品質がいい、うん、へぇー、お茶とか、あと、そうなんですか。ね、うちではね、チョコ、はい、茶のみトリュフチョコって、これがめちゃくちゃ美味しい。おー、美味しそう。振りかけて、はい、お茶の粉を振りかけて、で混ぜ混ぜして大人の味にして食べてる、はい、おー、そうなんですか。いいんですか。わー、いただきます。すごい美味しそうですよ。とろけますから、これ、うん、とろける。これ手作りじゃないとできない。手作りで作ってるんですね、はい、お茶カフェで出してる。うーん、はい、そうなんですか。すいません、はい、お茶カフェもやってるということで、こちら、はい、野口徳太郎商店さんです。はい、すごい美味しい。いろんなお茶も販売してますね。こちら詰め放題、さしま茶、さしま茶ですよね。さしま茶の詰め放題、はい、うん、で飲み放題。あ、こちらもドリンクも飲み放題ということで、そのところは買い放題、買い放題。なるほど、ありがとうございました。ありがとうございます。美味しいお茶も飲めるしね、いろんなお茶のスイーツもあるんですね。そうなんですね。そしてこちらには、わ、美味しそうな、またべーさん、焼きそば寿司、わー、とても美味しそうな、いろんな種類があるんですね。サバの照り焼き、棒寿司とか、はい、焼きサバ寿司と、いろいろと種類もあるみたいですね。美味しそう。見てください、このサバの厚み、すごいですね。かなりご飯の上のサバが分厚いですよ。うわ、こんにちは。すごく美味しそうな焼きサバですね。油が乗ったサバ使ってますんで。あ、そうなんですか。油が乗ってるということで。あ、いいんですか。どうぞ。あ、こちらが焼きサバ寿司ということで、いただきます。うん、柔らかいですね。うん、ありがとうございます。本当に脂が乗っていて、はい、美味しい。
さんにあるんでしょうか。そうですね、生姜豆板があります。人気はどの商品ですか。一番人気はやっぱり焼鯖寿司ですね、こちらが一番人気でございます。種類もいろいろあるんでしょうか。はい、一番向こうの九州のね、五島の鯖の湿った、鯖寿司でございますけど、もうこれはもうちょっと限定数でございまして、もう完売になっちゃいました。おー、もう完売のものもあるということで。はい、茨城の工場で開発したものですが、わかりました。焼き鯖寿司、こちらもすごく美味しいです。またべーさん、本当いろいろ美味しいものがありますね。そしてこちらのブースには、こちらお菓子大集合店ということで、たくさんの人で賑わってますけれども。そうですね、いっぱいですね。お菓子がたくさん並んでますね。わあ、本当にどれもこれも美味しそうで迷ってしまいますけれども、いろんなお菓子屋さんが県内から大集合しているということですね。はい、あ、こちらは、あ、こんにちは、笠間のグルイエールさんですね。わあ、こちらではどんなお菓子が置いてあるんですか。はい、栗の時期ということで、栗をメインにしてるお菓子を置いてます。はい、おー、やっぱりね、笠間栗の生産量日本一ですもんね。あ、こちらはどんな、外務 大臣賞受賞ということで、すごいですね。はい、ありがとうございます。栗を使ってまして、こちらの商品の、抹茶、鹿児島茶の生地と、パワーの生地で、2層の生地になってまして、そこに栗が入ってます。わ、栗が丸ごと入ってますね。わー、美味しそうですね。こういったたくさんのお菓子も置いてあるということで、ありがとうございます。あー、本当にたくさんありますね。一口チーズケーキや究極のメロンパンもありますよ。もう残りわずかということで、今はこちらはスイーツコーナーの横のテーブルのところですよね。ただいまの映像は、いや、こちら本当多くのですね、お店県内各地から来られていまして、まあ今日がですね、今日からですね、今日からあさって20日までですね、県内各地の県庁の2階の県民ホールで行われてまして、まあ、たくさんのお客様、そして中であの鯖寿司、あれ美味しそうでしたね。今日多分お昼前からもう始まって、徐々にこう人が集まってきてましたので、その中もうこの時間で売り切れということなので、大変大人気なので、明日明後日、今日ね買えなかったという方はですね、もうぜひ明日も明後日もお越しいただければなと思います。その他にもやっぱりこの時期ですから、秋は栗ですよね。グリュイエールさんの笠間の栗、そしてその他にも究極のメロンパン、ちょうどね、うまいもんどころでもプレゼントしていたこちらの究極のメロンパンなんですけれども、皆様、たくさんのスイーツ、そして食べ物、その他にもですね、有機紬を使ったものであったりと、いろいろございますので、ぜひ足をお運びください。出かけよう。
それではここでもう一度大沢さんにつなぎます。大沢さん、はい、そちらは、はい、先ほどのあれですね、茨城のお菓子大集合店のすぐ外のブースで、ちょっとね、今何か抽選的なこともやってるんでしょうかね。そちらの方で今ですね、大沢さんがお話を伺いましたけれども、まあ、改めましてこちらのですね、まあ、日時、今日からあさって20日までの3日間ですね、県庁舎の2階県民ホールにおいて、匠が作り出す名品の数々が一堂に会する、こちらの茨城県郷土工芸品展を開催しているということです。こちらですね、工芸品の展示、販売はもちろんですね、職人の技を間近で見ることができる制作実演なども行う予定です。そしてですね、さらにその実際に制作を体験できる体験教室も実施することができるということですのでですね、こちらご家族でお子様とかと一緒に来ても楽しめる、そんなイベントになっているかと思います。そしてですね、先ほども大沢さんがたくさんレポートしていただきましたけども、毎年好評の本県のグルメやスイーツなどを取り揃えた物産展、茨城グルメ市と茨城のお菓子大集合展も同時に開催してますので、もう茨城の魅力がギュッとギュッとですね詰まった、そんな3日間になっております。こちらですね、まあ、詳しく知りたいという方はですね、茨城県の商工労働部の観光物産課、こちらまでお問い合わせください。こちらですね、ホームページ、茨城県のホームページご覧いただければ載ってるかと思います。商工労働部の観光物産課までご連絡ください。さあ、ここでですね、一旦お知らせ挟ませていただきます。こんにちは、さくらさくライフ編集部の瀬と申します。さくらさくライフ編集部の住谷です。さくらさくライフ10月号最新号、本日27日より配布をしております。これから徐々に配布させていただきますので少々お待ちください。はい、今回の大きな特集は何ですか、すみやくん。今回の大きな特集は個室で日帰り温泉となっております。はい、そしてバキラ TV さん1周年ということで、はい、見開きで特集を組んでおります。こちらもご覧になってください。はい、その他にも、ラーメンの大特集がありましたり、茨城空港から行く、札幌穴場ツアーというような特集記事もございますので、ぜひお手に取ってご覧ください。よろしくお願いいたします。さあ、本日はですね、こう2階の県民ホールから中継をおつなぎしておりました。ぜひ気になった方はですね、もう今日この配信終わった直後からでもですね、茨城県県庁2階に足をお運びください。ひょっとするとまだ大沢アナ、そして私須藤もひょっとすると現れるかもしれませんので、こちらぜひですね、足をお運びください。さあ、そして本日ですね、いばきら TV ステーション毎週金曜日ということでですね、夕方は水戸芸術館のアートディスカバリーをお送りいたします。まさに芸術の秋ですので、まあ、この時期ぴったりのイベントなどたくさん今日もご紹介していただきます。そして毎週金曜日の配信オンデマンド番組は、帰ってきた椎名くんのここなんすか。今回もですね、 JRA 美穂トレーニングセンター、こちらにですね椎名くんが行っておりまして、まあ、今回の内容はですね、どういった内容かと言いますと、ちょっとだけお話します。まあ、以前まではこう前回とかですね、馬専用のプールとかですね、いろいろご紹介したんですけども、今度はですね、まあレースするのってトラックですよね。トラックって言うんでしょうかね、まあ、あのこうコースがありますけれども、まあ芝であったりダートであったり、ただやっぱりトレーニングセンターということで、それ以外にもですね、たくさんのちょっと特殊なですねコース、馬用にご用意してるんですね。これなかなかですね、一般の方では見ることができないような、そういった情報もたっぷりとお届けできるんではないかと思いますので、これ競馬がこれで好きになる方もですね、きっとたくさん増えるのかなと思いますので、まあ今日配信、そしてですね、前回前々回とですね、 JRA 美穂トレーニングセンターの特集たっぷりと椎名くんがお伝えしておりますので、こちら合わせてご覧ください。それではこの後も素敵な午後をお送りください。では。